両成敗が止まらない止まらない。私もベッキーと不倫関係にありたいものです。はい、どうもこんばんは、マーキュルです。今回はですね、私こんなもの見つけてきました。じゃじゃん、シッパー。はい、ということでね、これはですね、なんかアメリカとかでよくありそうね。てかなんか、学校給食とかでなんかミルメイクってなかったですか？自分宮崎なんですけど、宮崎では小学校の時とかたまに出てきて、もうみんなミルメイク好きでしたけどね。そういう感じだと思うんですよ。なんか牛乳に、これストローなんですけど、ストローの中に例えばこれチョコレート味、チョコレート味の粒がバーって入ってるんですけど、それを通してまあ、ろ過みたいな形だよね。味がつくみたいな。これが今回あるのが、チョコ。バナナ。クッキング&クリーム風味。ストロベッキー。両成敗。いやーね、なかなか危険なとこついてますね。前回に引き続き。はい、ということで、これ4色っていうか、なんか味が4種類あったんですけど、果たして分量配分全部均等です。ですが、それぞれね、ちゃんと個性がある味になってると思うんですよ。4本同時に飲んで、どの味が一番強いのか、どの味が一番主張が強いのかっていうのをね、試していきたいと思います。そこのあなた、こんなクソ面白くないネタ動画あげんじゃねえよとか思ってるんでしょ？違うよ。まさきさんはね、どんなことでもネタに繋がるんじゃないかっていう。そしたらもう徐々にね、面白くなっていくんですよ。回数重ねれば、マーキュリーは気づきました。動画のネタの質なんて気にしてたら、続けられないんだよ。ギフト。はい、ということでね、早速、こちらの方、試していきたいと思います。はい、ということで中身はこのようになっております。あ、結構いい匂いする。バナナすごい。まあ、チョコもすごいな。え、なんか自分の予測、こことここすごいな。チョコバナナとか味になりそう。はい、ということで、これを同時に吸っていきたいと思います。はい、ということでね、早速こちらをね、中に入れて飲んでいきたいと思います。いきまーす。ちょっと待って、飲みづらいんだけど、一本ずつ飲めるかな。あ、クッキー。あ、いちご。あ、チョコだ。あ、バナナ強いぞ。これさ、一回こう入れて、これが溶けるまでさ、ちょっとこれで味作ろっかな。絵が汚いか。はい、ということで4種類ね、混ざった輸入できました。それでは早速ね、飲んでみて美味しいのか、そして4色どれが強いのか飲んでみたいと思います。いただきます。まずい。いや、なんか何の味が強いのかな。クッキーかな。昨日の動画がこちら。そしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。いや、バナナも感じるしな。まあ、一つやるのは本当にね、一本ずつ飲んだ方がいい。